ちょっとね、どっから話していけばいいんやろ。すげえ、大変やったの。まずね、このゲームに、ミッションっていうのがあるじゃないですか。で、ミッションはこの画面です。で、対戦を遊ぶっていうんですけど、対戦って、人とやることやん。で、チャレンジにさ、対戦っていうゲームがあるんですよ。でもそれできなかったんですね。なんでかって言いますと、ソフト2本ないとできないってホームページに書いてあったの。で、僕友達が実際はいないようなもんじゃないですか。だからもちろん友達ちょっといるんですけど、割をやってる友達なんて絶対いるわけないやん。こんなもん。みんないい人やし。だから、これ自分で買わなあかんかなとちょっと思ってたんですよ。で、ちょっと待って、その前に、ニンテンドーってさ、ジョイコンのお裾分けとか言って、ラボ出て、ラボにコントローラー4つ繋ぐモードあったら買わなあかんやん。ニンテンドーってさ、DS の時にさ、近くにいる人とはソフト1本で対戦できますって驚かせたやん。なのに、買わなあかんやん。ワリオ。なんでなん。で、しかもワリオってさ、3DS で出るなら 3D の機能を使った 3D みたいなコーナーはないんか、ぐるぐるしかないんかっていうのも言ってたんですけど、なんの結局買わなあかんのや。まあいいや、買ったらすぐ売ろうと思ってたんですね。だから値段が下がったら買おうかなと思ってたんです。中古を探して。で、まだ話めっちゃ長いよ。いくよ。それでガチャコロの方先やってたんですよ。そこは置いといて。で、ガチャコロの中のミニゲームをやってたら、ここにもう対戦来ちゃったんですよ。で、もう残りこっちとこっち二つやし、もうそろそろ買い時かなと思った時にさ、思ったと同時にさ、いや、すいません、先に言うと買ってきました、さっき。で、買ってきたと同時に、コメントで、いつものフカッチっていうオタクが、何人かオタクいて、そのうちの一人のオタクが、ちなみに今作のミニゲームに二人から四人のが入ってるらしいんで、ニンラボで出演したお子までしか見れてないんですけど、多分お子さんと一緒にやればどうですかって、別に僕子供いるわけじゃないですよ。けど、そんな提案がぴったりここに来て、なんていう奇跡だろうと。まあもしくは、俺の動画見すぎて、次この辺かなって分かってくれてたんかもしれないんですけど、で、買ってきたんですよね。でもね、ちょっと待って、買ってくるときにもいろいろあってさ、まずヤフオクで見たんですよ。どのくらいの値段になってるかな。さ、5000円。なんでやったの？新品と一緒やん。めっちゃ高えやん。でも逆に言ったら、今俺近くでツタヤあるから、ツタヤ行って買えば、やってすぐ売れば、ほとんどもう、損せんと買えるんじゃね？だからダウンロードなんてありえねえよと思いながら、行ったんですよね。そしたらツタヤ売り切れなんですよね。いや、ツタヤ品揃え悪いなと思って、近くにゲオもあるんですよね。だからゲオ行ったらさ、売り切れなんですよ。で、4300円っていう箱があって、品切れ中って書いてあるんです。それ持ってってレジに。これと中古ありますか？つって。やっぱなかったんですよね。でもね、4300円ってことは4300円以下やん。だから俺4300円で売ってたら、転売王になれるやん。ヤフーで売れば5000円。だから、そういうことね、割をやりすぎて考えながらも、トイザラス行ったらトイザラスめっちゃあったろ。だから、なんでやろ。トイザラスで買おうってキーは確かにないんやけど、ね、でも4995円みたいな、なんかすごい中途半端。それを、ちょっと今買ってきまして、まあヤフオクで売れば別にそこまで、あれかな。もしくはこれ見てる人にもやろうか、このソフト。プレゼント企画、急に。高評価つけて、そのか。チャンネル登録した人の中から高評価した人の中で、抽選で1名さん、こんなの、そう、マジで。やろうか。その代わり今後の俺の動画全部コメントしてや。っていう感じで考えてるんですけれども、でも買ってくるときすげえだからハードルなわけですよ。だから金もったいないかもしれない。あと売り切れてるんやっていうのと、いや、売り切れてるんや、本当に。オクトエキスパンションじゃんや。オクトパスエクストラ、なんて、エクストラベラーみたいな。これも売り切れてるんやと思って、たのと、あと、なんで俺がツタヤで買ったかっていうと、ゲオで買ったから2個目やん、こいつって思われるから先にツタヤ行ったハードルとか、あと昔映画見すぎて、ツタヤかゲオかよう借りてたんやけど、近くにあるで、ゲオで借りたもん、ツタヤで借りたもん、ゲオに間違えて返した時に、ゲオから電話あって、あ、すいません、間違えました、つったら、いや、もうツタヤに返しときました、ツタヤさんに返しときましたからって、その頃、ゲオの他の支店に返せないシステムになったのに、なんでツタヤには返してくれるんやろ、近ければいいんかっていう話とか、あるんですけれどもね。ちょっとすいません、何の話でしたっけ？あと、暑いとかそういうハードルを乗り越えて買ったんですよ。めっちゃ俺2本目買うのとかすげえ抵抗あったんですよ。けど買って、
この対戦やろうとしたら何起きたと思いますか？ミッション開封してないですよ。ミッションって、あ、じゃあごめん、チャレンジ。このチャレンジっていうのか、これもないんですよ。ストーリーだけニューになってるんですよ、新品。ちょ、行くよ、買った方を出せよと。ね？聞こえますかね？違うと。でね、これを、チャレンジを出すのってどうするんかっていうと、ストーリークリアしろって書いてあったんですよ。で、ストーリー開きました。で、と思いながら、これをやったんですよね。全然、ストーリー全然クリアしてないの。全部なの。こいつら。また俺これやるんやと思って、全部今出しましたわ。そしたらこの移動のこっちの3コマなの。全部今やりました。あれですよ。めっちゃやり込んでるから、もう飽きてるんですけど、めちゃくちゃ簡単やったもんだ。だから、なんやろうね、チャレンジの中に、あ、チャレンジじゃないな、あのミッションの中に図鑑のこれをやれっていうモードがあったんですよ。これよりは全然楽なの。これの1個分ぐらい。これの1個分。でも全然楽とはいえさ、俺、買いに行ったりしてる状態ですぐに始められないこれすらもやっとクリアして、今やっと手元のチャレンジを出したら、ごちゃ混ぜとかがニューで出して、出て対戦も出たの。ここで対戦出んかったら俺チャレンジもやらなきゃなっていうところやった。あぶねえ。で、チャレンジあります。これ初見。ああ、話すの疲れた。でも、本当に、これ、動画撮ったらすげえことになる。ていうか、なんで友達やんねやっていう話だよね。友達だろ、余裕でしょっていう。まあいいや。やりましょう。で、募集するを開いた時のあの絶望感。で、俺ここで、今初めてこっち側の対戦開くよ。あれ？メイドインワリオゴージャスを持ってる他のプレイヤーと対戦ができます。二人で同じゲームに挑み、さらにライフがなくなった方が負けです。次へ。この説明は読んだん、あ、参加するを選びました。あ、出てきた！やったー！やった！やった！やったー！こっちでピコピコ選ぼうか。もうなんていう苦労してんの俺これ、本当に。絶対す、ライフ設定、決定。相手の操作を待ってます。はい。せい！二つの音が混ざってますわ、これ。なんで両手でしなあかんねん。俺だからさっきさ、ストーリークリアするときあまりにも暇でタッチとか左でやってたんですよ。ちょっとでも脳トレになるために。なんで二つともクリアできてるの？これ両方の手でやってるから、ちょっと一回わざと負けますね、みんな。あ、今左負けてたんや。OM64 という人とやってます。豚ペンオムっていう名前なんで僕は。ちょっとね、こっち側の画面が映せないのが悲しいんですけれどもね、ちょっと音一つにしましょうか。いやいや、音二つにしよう。あのね、ちなみにさ、何やったっけ、何音したっけ。あ、そう、DS は二つあったんかって話なんですけど、俺、ニュー、そう、これも、うわ、ぴゃんぴゃん、嬉しい、ぴゃんぴゃん、嬉しい。新しい方のニュー、スーファミのバージョンの DS を僕、コレクターとして持ってたんですよ。それも開けてるからね、俺これ。すげえハードルがあって、二つのソフトで今、ぴゃんぴゃんが鳴りました。本当にありがとうございます。ちょっとこっち側の音消しますね。ちなみにね、もう一個ミニゲームにあるんですけど、ミニゲームの、ここって、の、ここの、ここの、これって、これ絶対出てねえやった新しい方のやつが、そっちも出しに行かなかんねや、今から。はぁ。でも、これ嬉しいわね。2個多分ね、2個じゃない。初めての対戦だけよ。あ、しかも間違えてボタン押しちゃった。金貯めてたんやけど。あ、でも完走しなかったからよかった。絵のね、ここに、あ、チャレンジ精神はもう出てて、このデッドヒートっていうのが出たんや。なんでやろ。対戦でサドンデスになってから10回連続でゲームを成功させるって、俺一人で無理。これやろうか。これやろうか。今からやろうか。ちょっとエアコンつけるわ。これはひどいな。ちょっと待って。これできんかったら次の動画にしますね。なんていうミッション作るんや、ニンテンドーは。俺に、この一個のミッションで、なんという多数のミッションが重なってるんや。一回終わるわ、やっぱり。
一回終わってこの方をやりますわ、サドンデスの方はね。